こんにちは、パスガードビットスの白木アマゾン大輔です。今日はあれですね、動画の方に質問あったんですけど、サドンデスの場合のどうしたらいいのかみたいな感じですよね。ちなみにサドンデスの試合ってあれですよね、SJJF だったっけ、ちょっと微妙なんですけど忘れちゃいましたけど、試合が、サドンデスですよね。サドンデスっていうのは、試合時間終わってから、どっちかポイント取るまでやり続けるみたいな感じなんですけど、サドンデスの場合の、おすすめなんですけど、相手が基本は構えてて、一番いいのは、やるときに、じゃあ今右足相手前に出てたらこうやって構えてるので、テイクダウンが一番早いんですよね。なので、こっちで手持つようにして、ちょっと手を相手の視線を反らせてからついて横に回って、最後のシングルレッグ取るようにして立って、例えばこのままテイクしてもいいし、横に落とすかどっちかっていうのがまず一つですよね。横にぐるんって回るっていうのがまず構えてて、こうなってるので持ってでスッと入るってまず一つですね。あとはやっぱりこの状態で唯一この手が持てるのってこっちなんで、いわゆる小打ちタックルみたいな感じでドラッグするんだけど、ドラッグしながら足をかける、こういう状態でっていうのが多いですね。またはもうだからドラッグをもう相手がこう、手はアームドロップができる、このまま座り込んじゃうようにしても足持っちゃったりして起きたりとか、あとはカラードラッグもそうなんですけど、こっち持ってカラードラッグで倒れながら持っちゃったり、カラードラッグ、アームドラッグ系でまとめるか、もしくはあんまりこう低かったら、いわゆる相手も 100% 引き込んでくる可能性があるので、このまま奥取るようにして足をかけに行くっていうのも一つですね。ただもちろんそのままこうかけながら足持ってもいいし、そもそもこの下になろうとしてるんで、自分が浴びせ倒すようにして持っててもいいし、とにかく2点確実に取らなきゃいけないので、まずここら辺ですかね。あとは引き込みと見せかけてアンクルピックみたいな感じで、片襟持って後ろ足寝かせながら座ったと見せかけて足持って倒したりとか、あとはそうですよね、あとはもうそれぐらいかな、そこら辺ぐらいですかね。結構僕だったらサドンデスだったらそういう感じでこうテイクとか瞬間的にできるスイープ、足を飛ばすとかっていう感じでまとめるので、よろしければお近くの道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。